国鉄12計客車ワクワク団乱んワクワク団らは、日本国有鉄道、西日本旅客鉄道が1982年から2006年まで保有していた鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。なお、編成独自の愛称が付されたのは1993年のリニューアル時のことであり、それ以前は、お座敷列車とテールサインに表示されているのみであった。 そのため、鉄道ファンの間では、配築所の電報略語にちなんで、沢座と呼ばれていた。国鉄かな鉄道管理局が1982年に登場させた、車内を畳敷きのお座敷にした和式客車である。いずれの車両も12系客車より改造されており、両端の車両はスロフ12系800番台、中間の車両はオロ12系800番台である。 改造は、マット工場が担当した、12系改造の和式客車としては、7本目である。改造内容は、お座敷列車の標準とも言える東京北鉄道管理局の和式客車を踏襲しており、中間車後くらいの休憩室の側窓が固定式になり、屋根状の冷房装置が一個撤去されているのが異なる程度で、ほぼ同一の外観である。リニューアル前の各車のは、 金沢局管内の旧国名から取られている。全車両がグリーン車扱いである。括弧書きは改造前の旧番号である。図書区については改造当初は12系の標準塗装のままであったが、1987年にアイボリー、マルーン、ベージュを曲線で塗り分けた独自の塗装となり、各社の側扉脇にはそれぞれの愛称にちなんだイラストが添えられた。後に、 ベージュの部分は金色に変更され、より豪華さをアピールすることとなった。ワクワク段々本編成は、金沢市社の看板列車として使用されてきたが、設備が陳腐化してきたため、1993年に大幅なリニューアルが、末藤工場と高取工場で実施されることとなった。その際、編成の両端には、密閉式の展望室が新たに設けられ、4号車は、 フリースペースのイベントカーとなった。側窓はすべて固定化され、各社の定員も減らして一人当たりのスペースを増やしている。本編成のリニューアル工事で特筆すべきは、編成を運用しながら、徐々に改造工事を行ったことで、過渡期には両仕様の車両が混結される姿も見られた。そのため、新たに4号車と6号車の2両を新たに改造制作し、工事完了後には、 リニューアルされないまま余剰となった2両が廃車となった。また、各社の愛称も廃止されている。主に、金沢地区の団体臨時列車として運用された。JR 金沢支社のニューお座敷車愛称は、ワクワク団らん。交通新聞、P1。ありがとうございます。